はい、どうも、皆さんこんにちは、こんばんは。靴磨きファインシャインでございます。いつも、こちらのチャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございます。今回はシーズンオフになったブーツの長期保管をする前の、メンテナンス方法っていうのを、ご紹介していきたいと思います。それでは、早速やっていきましょう。今回のこちらのトリッカーズのブーツは職場の先輩からですね、磨いてほしいということで、お預かりしてきたものになりますが、やっぱり暖かくなってくるとブーツってあんまり履かないと思うんですよね。はい、それでは、早速、作業に移りたいと思います。でまずは、靴紐を取ります。靴紐が取り終わりましたら、次にシューツリーを入れて形を整えていきます。はい、シューツリーが取り終わりましたら、いつも通り馬毛ブラシでブラッシングをしていきます。馬毛ブラシをすることによって靴のホコリを落としていきます。で特にブーツはこちらの部分ですね、この羽を開いた、こちらの部分に結構汚れが溜まりやすいので、しっかり、馬毛ブラシでホコリや汚れを除去するようにしておいた方がいいです。はい、馬毛ブラシの工程が完了しました。でこのブーツちょっとよく見てほしいんですけれども、結構この辺の部分だったりとか、あとは、こっちの方もそうなんですけれども、結構コバの部分が削れてしまっているんで、その辺の簡易的なケアっていうのもちょっと今回ご紹介していきたいというふうに思ってます。で次にこちらのブートブラックの2フェイスローションを使って表面についている、古いクリームや汚れっていうのを、除去していきます。で、指にこのような形で、巻きつけまして、で2滴から3滴ぐらい、含ませて表面をこのような形で、こすっていきます。で結構こちらの皮が乾燥してるんで、一回やっただけでこんだけローションが浸透してしまいましたが、こちらも皮の乾燥状態によって拭く回数も調整する必要があります。すごいですね、今2回拭いただけでこんだけ汚れが落ちました。でこちら汚れましたら綺麗な方に持ち替えて、また同じようにローションをつけて汚れを取っていきます。この時に、こちらのコバの方の汚れも一緒に取ってしまった方が、後々楽になりますので、今のタイミングで取っておくようにしましょう。
はい、2フェイスローションの工程が完了しました。はい、次に皮の保湿をしたいので、こちらの M モーブレのデリケートクリームを表面に塗り込んでいきたいと思います。デリケートクリームを使うときは、こちらのペネトロイトブラシを使って、まあ、これぐらいの量を取ってもらって、まあ、表面に何ポイント、ポイントでつけてもらって、ブラシで伸ばしていくような形でやるといいと思います。こちらのデリケートクリームを塗ると皮表面に水分が入りますので、このような形で、まあ、全体的に色が濃くなって、まあ、シミのような形のものができてしまうんですけれども、こちらのクリームは全て浸透しきるので、浸透しきった後シミにならないで元の色に戻りますので、ご安心して使っていただければと思います。デリケートクリームの工程が完了しました。やっぱりデリケートクリームを塗るとですね、まあ、全体的に色が濃くなって皮が生き返ったような形になりますね。まあ、全体的にもみずみずしい仕上がりになりまして、結構これだけでも変わったなっていうのが実感できると思います。はい、で次にこちらのサフィールのユニバーサルレザーローションを塗っていきたいと思います。先ほど汚れ落としをしましたので、比較に栄養と柔軟性を与えて、劣化やひび割れから比較を守って、美しい自然な光沢を与えたいので、今回これを塗っていきたいと思います。で、またこのような布をですね、指に巻きまして、ユニバーサルレザーローションを、まあ、これぐらいですかね、まあ、白い乳白色のちょっととろっとしたものなんですけれども、これを、まあ、表面にこんな感じで、なじませていきます。このローションも結構水分が多く入ってるんで、塗ると先ほどのデリケートクリームのような形で色が少し濃くなってですね、シミのような形になってしまうんですけれども、これもまた皮の方に浸透しきるので、シミなどは残らないのでご安心ください。このようにですね、クリームがこの穴の中に入ってしまった場合は、このペネトレートブラシで穴の中をほじくるようにブラッシングをすると取れますので、クリームが入ってしまった場合はちょっとやってみてください。ユニバーサルローションの工程が完了しました。で、今こちらの2種類のクリームを使ってケアをしたんですけれども、結構他の人からよく聞かれることなんですけれども、これって何がどう違うのっていうふうな質問を結構もらうことがあるんですね。で、分かりやすく言うと、このデリケートクリームっていうのが化粧水のような役割をしまして、こちらのユニバーサルレザーローションに関してはこのような乳液ですね、分かりやすく言うと化粧水と乳液っていうような意味合いになってきます。
で私もそうなんですけど、結構乾燥肌の人の場合は化粧水に塗った後に乳液を塗ってしっかり保湿をするっていう方が多いと思いますが、まあ、革靴に関してもですね、同じように結構まあ乾燥してる革だとこういったデリケートクリームとこちらのレザーローションを併用してケアすることが望ましいと思います。はい、では次にこちらのサフィールのビーズファインクリーム乳化成クリームを塗っていきたいと思います。で今回使う色はこちらのライトブラウンになるんですけれども、こちらのブーツの持ち主の人からあんまりこの茶色以上に色を濃くしたくないっていうふうに言われていましたので、この茶色より薄いこのライトブラウンの色を今回選んで塗ることにします。乳化成クリームの塗布が完了しました。で一旦この状態で5分から10分程度放置して乳化成クリームを乾燥させるとともに栄養を皮の中に浸透させていきます。はい、それでは10分経過しましたので、これからまた磨いていきます。ブタケブラシでのブラッシングが完了しました。今回コバの簡易的なお手入れ方法をご紹介するとお伝えしていましたけれども、この時に先ほどとはちょっと違った濃い乳化成クリームを用意しました。でこの少し濃い乳化成クリームっていうのをこのコバの退色した部分に塗っていきます。で結構乳化成クリームを入れるとコバの色がだいぶ復活してきますのでおすすめです。本来この作業はコバインキやコバクレヨンなどで行うべきことなんですけれども、なかなかやっぱりトリッカーズだとコバの色っていうのが特殊なので、コバインキとかコバクレヨンで同じ色がない場合があるんです。で同じ色がない場合こういった乳化成クリームで塗ってですねケアをしてあげるといいのかなと思います。はい、乳化成クリームの塗布が完了しました。次にこういった油性のポリッシュも一緒に塗っておくと、まあ、防水、まあ、油性なので水を弾いてくれたりするんで何かと便利なんで やっときます。はい、油性ポリッシュの塗布が完了しました。この後は先ほどと同様にブタケブラシでブラッシングをしてクリームをコバになじませていきます。
はい、ブタ毛ブラッシングが完了しました。今の作業をやることによって小刃の部分が結構まあツヤっと光って、かつまあ色も補色できてるんじゃないかなと思います。ちょっとまあこの辺あの黒くなっちゃってますけれども、まあ、こっちも同じような感じですね。結構まあ油性ポリッシュのおかげっていうのもあるんですけれども、ツヤっと仕上がっているのかなと思います。はい、では最後にこの先ほどブラッシングした乳化成クリームで取りきれなかったクリームをこのクロスを使って取っていきます。はい、乳化成クリームの拭き取り作業が完了しました。最後に、こちらのストッキングをかけて終了になります。はい、全ての工程が完了しました。このような形に、なっています。いかがでしょうか。結構まあ最初と比較すると、まあ、ツヤツヤになっているかなと思います。こんな感じでございます。こんな感じですね。はい、では、最後に、靴紐を、縛っていきます。今回のケアをした後に長期保管されると思いますけれども、長期保管されるときって結構こういったのレザーソールのところにカビが生えたりとか、この靴の中にですねあのカビが生えたりとかっていうのもあるので、そういったものをですね防ぐためにこういったカビを発生させないようなものを拭いておくといいと思います。で実際これがあのコロンブスのやつでだいたい1200円か1300円ぐらいのやつだったので、こういったものが1本あると今後も使えて便利だと思います。で実際に拭いていきたいと思いますが、まあ、こんな感じで靴の中に噴射するときには靴を裏返しまして、この中に噴射口を入れてちゃんと先端までこの液体が行くようにスプレーすると、効果が上がります。これ紐外した状態でやった方が良かったですね。すごいやりづらくて失敗しました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はシーズンオフになったトリッカーズのブーツを長期保管する前のケア方法について、ご紹介をさせていただきました。結構あのこういったブーツってドクターマーチンと同じような形で、ガシガシ履いていただくものにはなると思うんですけども、まあ、定期的にこういったケアをしていきながらですねエイジングを楽しんで履いていくっていうのも一つの選択肢になるかなと思います。
長期保管する前に今回ご紹介した方法でケアをしておくと、皮自体が保湿捕獲されている状態で保管できますので、乾燥によるひび割れですとかその他トラブルが起こりづらくなりますので、ぜひ長期保管する前はこういったフルメンテナンスをやることをお勧めします。最後に今回の動画が少しでもためになったなと思っていただけた方は、ぜひ動画にグッドボタンを押していただければと思います。これからもどんどんためになる動画をアップしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。今回もこちらの動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンをタッチしてください。